エスパルト、ウラト、ケイトさん、ハウ君、はい、レッグのヒロト、コウです。お願いしまーす。本日はですね、はい、島袋お休みなんですけども、はい、夏休み、しょっぱな心霊企画でございます。はい、でですね、本日行くところ、はい、あの、大島でございます。うわー、大島僕ら一回行ったんですけども、大島には。知らない方もいると思うんで、その大島の噂、神様が宿る島らしいんですよ。で、地元では有名な島らしく、はい、その島、絶対に反時計回りで回ったらダメと言われてるんですよ。前、それが怖すぎて僕たち、正規のルートで回ったんですけど、時計回りでね。怖かった理由が、エイジのお母さんに本気で止められたっていうのもあって、そう。で、エイジのお母さんの友達も、その大島に行って、反時計回りして、やばいことになったらしいんですよ。マジで？まあ、ちょっと動画では言えないようなことになったり、本当にやばいらしいんですよ。ですが本日、夏休みということで、半時計回りしたいと思います。マジで行くん？あった。知らない人もいると思うんで、情報など調べてまいりました。この大島、隣に東尋坊っていう観光スポットがあるんですよ。そこが自殺スポットで、ここ数年で何百人という。何百？何百？はい。その自殺した人が流れ着いちゃうらしいんです、その大島に。なのでそういう人たちの霊というか、そういうのがいたり、ということです。うわぁ。あ、怖、怖えぞ。落ち着いていこうな。いや、ほんまに焦ったらあかん。うん。はい、こちら、1時17分、もうちょっとで牛見届けです。無事石川県に戻ってこれるのか、それとも今日で僕たちの人生が終わりなのか、わかりませんけど、とりあえずね、カズさんがいる福井県に向かいましょう。はい。瀬戸さんの故郷である福井県に向かいましょう。はい。はい、じゃあ行きますか。はい。ということで、あと1キロのとこまで来ました。あと1キロか。楽で。いや、どれぐらい楽なの？泣かせてくれよ。泣かせてくれよ。大阪。大阪。ほら、男の一人ごと。よったくらいで。よったくらいで。忘れるか。忘れるか。やけど惚れてたぐらい泣く。相当泣くでこれ。そろそろ着きます。久しぶりの大島です。うわ、見た、わかる、わかったわ、これやばいわ。着きました、これ。わ、これすごいわ。こちらが大島の入り口でございます、はい、ということで、ついでに行きましょうか。はい、はい、ということで、大島2回目ですけど、はい、ハン君初めてですね。初めてですよ、マジで怖えよ。行きたいと思います。はい、行きましょう。この200何メートルの橋渡りましょうか。怖え。先がマジで見えないんですよ。こんな雰囲気出る橋あります？ない、ない。でも今日雨じゃなくてよかった。よかった。でもジメジメしてる、めっちゃ。それも怖い。で、あっちのね、ジメジメしてる東尋坊から死体が流れ着くらしいです。ヒロ君大丈夫ですか？心スポ苦手な。あのね、めっちゃ心臓バクバクしてる。え、ガチ？うん。真ん中が一番危ないって言うんですよ、心霊スポットって。え、そうだ、そうだ、うん、俺やん。俺なら、俺の人。じゃあこう挟まれてるやつが一番狙われやすいらしいですよ。へぇ。ってことは今何？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 マジで？え、何？え、今声聞こえた。あーって聞こえてんけど。ガチ。何？これガチなやつ。俺聞こえてないな。俺聞こえた。ガチ？心霊スポットで大切なのは冷静さです。これだけ約束しよう。前と一緒。声が聞こえたとしても、まず帰ってきた車の中まで皆さん黙っておきましょう。はい、そろそろ終わりでございます。でもこの橋が渡ったら大島の入り口なんで、覚悟を決めるように。はい、はい、よいしょ。はい、じゃあこちら大島の入り口となっております。鳥居は真ん中を通っちゃダメと言われてるんで、端っこ通りましょう。はい、お邪魔します。長、この子長い感じ見てくださいね。うわ、なんや、フナムシ。やば、キモ。マジ？やば。何虫って？フナムシ。もうやば、でっか。嘘やろ。うん、もう俺フナムシ嫌いやねん。でも早く行って。なんで俺？早く。せーの、ポイント。おる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 。どこよ？あ、え、間。え？フナムシいっぱいおる。なんでどこどこどこ？すげえすげえ。おる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 。早く。おるおるおる。ちょっと。違う、待って待って待って、でかすぎ？でけ。はい、行くぞ。ああ、右が痛い。痒いもん。ワークむずいなこれ。前回はこっちから時計回りで行ったんですけども、本日こちら反時計回りで行きますか。はい、反時計回りスタート。マジ虫。目的が虫になってる。クワガタだ。クワガタだよ。クワガタだよ。すげえ。うわ、フナムシおる。うわ。大丈夫。頭痛い。これお前が止まってたらガーいっぱい来るんです。このスピードやったらもう2時間かかるぞ。うわ、そんな待ってや。うわ、よいしょ。そんな。なんかビリビリした。はい、ヒロから変わりました。ケイスケがカメラマンでございます。なんやねん。うわぁ、みー、うわぁ、なんやねん、お前。心霊スポットどころじゃないです、これ。いやいや、でかでかでか。何が
が、うわぁできない、どっちよこれ、もうなぁ、もうこれ嫌や俺。え、何何何、ネックレスやった。何やねん、何やねん、じゃない。うわ、やば、お前ハン君気をつけて、気をつけて、この熊のやつ気をつけて。はい、じゃあここからはちょっと見えにくかったんで暗視モードに切り替えます。はい。うわ、船虫や、お前の後ろ船虫、危ねな、お前らもうちょい落ち着いてくれよ。トラップがね、こうやってクモの巣が、うわ、いった、うわ、すごいすごい、このすごい、何回言うの。いやでも雰囲気出てきてるよな。うわ、霧すごい、こっから嘘、ほんと急に霧がすごい、うそやん、マジで、なんかうわっかうわ、かなり低めのクモの巣です。これは難易度高めですね。これは低いですね。早く行って、オッケー、おっと、またありました。ちょっと照らしてよ、お前。フナムシってあの前か後ろか分からんの、なあ、マジでもう虫嫌、心霊道具じゃなくなってますよこれ。はい、半時計回り、もうちょっとで終わります。ジャンゴ嫌やな、ジャンゴ嫌やな、マジで、ジャンゴ嫌やな、ジャンゴ嫌やな、あー、うわー、もうさあ行きましょう、もうちょっとです、ゴールは。うわ、でかい、早くさ、うわ、ゲジゲジもいるし、ゲジゲジおる、あー、もう嫌、なあ、早く行ってよ。皆さん、ここのジャンゴゾーンで気をつけてください。もうちょっとでゴールが見えます。うわ、何これ何これ、怖っ、嘘やろ、なんかありましたね、一気に取り当たってんけど。はい、こんな感じの木が最後の最後に出てきましたね。はい、ここ、お、見覚えありますね、ここはちょっと開けてる、なんか神社みたいなとこになってます。じゃあ、ハン君、はいはい、そこでお参りを、落としよう、無事に返してください、お願いします、失礼します、お邪魔しました、行きましょうか。はぁ、虫、こんなさ、今普通に歩いてるけど、俺ら今半時計回りしてるんで、それがやばいよな、一番やったらダメな顔してる。これ回るときはいいよ、帰るときやで。ちょっと石畳が高いですね、ここは。そのおかげで船虫が0匹です。もうちょっとでゴールです。はい、え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 、何何何、人だ、びっくりした、びっくりした、マジビビった、いやー、ほんとびっくりしました、やば、びっくりした、よう、こんなとこ一人で来ますね。はい、今から釣りです。一人ですか。一人です。すごいですね。怖くないですか。え、大丈夫です、自分。船虫すごくないですか、ここ。船虫はすごいですけど。車一台で来ます。車一台です。あと一人どこ入ったんだ。え、え、え、めっちゃ怖ない、今の一言。なんつった、あと一人どこ行ったんだか。あと一人、なに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 、でかいなあ、言ってお前が動いたらこっちに来るからさ。でかいやん、わかったから、ツバメやん、あ、言ってあ、ゴールですね、来ました。はい、ということで僕らはこっちから行ったんですけど、無事帰ってくることができました。はい、こっからよ、怖いの。いや、こっからよ、そう、一番やばいのは。一回下りましょう、もう。はいはい、船虫船虫、船虫ゾーンですが、気をつけていきましょう。上の方は大丈夫なんですよ、まだ船虫ゾーンではないんですよ。10段目船虫ゾーン入りました。船虫ゾーン入りましてるよ、入りましてるよ。ここでこけてみようもんなら全身に船虫つきますよ。うわ、最悪、あぶら、危なー、船虫入る。早く行ってください、もう。はいはいはい、失礼します。ね、あなたが早く行ったら次足元が見えないんですよ。どっちですか。はい、ゴールしました、なんとか一周無事達成でございます。着いた、あ、もう真ん中から取っていきます。くそ何やった、なんか背直せなあ。無事か今からわからないですけど、そう、今からが本番です、正直。とりあえずこの橋渡り切ったらゴールということで、はい、行きましょうか。はい、ありがとうございました、おしまさん、ありがとうございました、失礼します。この島の入り口マジ雰囲気どうなんすごい、千と千尋ですからね、橋はな、完全に時期に夜が来る、その間に逃げろ。そんなふざけてた知らんで、お前。ゴールです、ゴールです。はい、ここで一つ言っていいですか。あの釣りのお兄さんが言ってた一言聞こえました、あと一人どこ行った、それがあそこに車一台止まってるんですよ。そうなんですよ、そうなんですよね、僕行きも思ったんですよ、ね、俺も行きも思っててんけど、いや別にそう、何もないかなと思って、あの釣りの人の一言めっちゃ怖かった。はい、ということで今回おしま半時計回り回りましたけども、これから何もなかったらいいね、本当に無事帰れることが一番怖い、うん、半時計回りしたら不幸が起きるって言われてるから、こっからが正直何が起こるか。この夏休み初っ端にこの不幸なことをやっちゃったっていう、やばい、あかん、やっちゃう、この2ヶ月ぐらいはちょっと気をつけましょう。はい、はい、ということで夏休みはね、心霊スポット元行くんで楽しみにしててください。はい、以上、バイバイ、現場からは以上です。船虫からは以上です。